チャーコンバディエブリーボンバヤロキリュウでござんす。2023年みなずき27日でございます。2回に1回の割合でディーラーに頼んでオイルエレメントを交換してましたが、今回は自分でやっちゃおうということで、運転席側から潜ってこの手のオイルエレメント回しでやるとですね、結構エレメントが小さい小径になってまして滑っちゃってね、これ2段階あるんですけど、一番小さい方でもなかなか緩まないで、かかっても回せない、かなりきつくディーラーさんが締めたんじゃないかなとも思ってますが、で対策品を購入しました。買ったのがこいつですね。3本の刃でがっちりと挟んで回せれるというエレメントが外れない時に、こう回すんだろうな、こっちか、両方もありますね。これ締める時も使えるけど、締める時まあこいつ使わなくても大丈夫じゃないかと。でアタッチメントが付いてまして、こいつでラチェットの径を変えれるようですね。1500円しなかったね。ディーラー持っていてきついから回してくれっていうのもなんか恥ずかしいんで買っちゃいました。オイルフィルターは運転席側から潜り込んだらこういう形で付いてますんで、これ逆ネジじゃないんで、のの字で締まる、緩めるのは下側で前に緩めるって感じですね。それでついてる場所はこれ下から見るとですね、運転席側から見てます。これドレンボルトです。でドレンボルトの奥、こいつ、この見えてるかな、この黒いのがオイルフィルターです。中潜り込む台車もあるんですが、ジャッキアップとかできるだけしたくないんで、台車のスペースがないんで段ボールを敷いてやっちゃいます。じゃあちょっと外します。作業スペースが狭いんでね、大変なんですけど、これがオイルエレメントで、こっちに回すと緩みます。でエレメントに入ってる分のオイルが漏れてくるんで、何かそんな大した量じゃないんですけど、下で受けるようにしとけばいいですね。うわ、もうベトベトになっちゃった。一旦落として、こっちにパッキンが残ってないのを確認しておきます。 OK、 そしたら新しいオイルエレメントのゴムリングに少しでいいんで新しいオイルを指で取って塗ってあげます。ここのゴムリングですね、取り付けはシール面にガスケットが接触してからさらに1回転専用工具で締め付けてくださいとのことですね。やっちゃいます。結局設置してから4分の3回転までは手でできましたけど、あとの4分の1回転はもうこいつで締めました。結構きつく締めるように指示が出てんですね。さあそしたらオイルを入れて終了でございます。じゃあまた。